ドレスローザの国民たち、および客人たち、だがもう一つだけゲームを終わらせる方法がある。この国に潜む反逆者および国民を裏切った元王族ども全員を君らが仕留めた場合だ。やるかやられるか、お前らが助かる道は誰かを仕留めるほかにはない。なんだ今の、ムカつくな。ビンゴ、デンデン虫か、誰からだ。ゾロ、今どこ。ロビンか、王の大地ってとこらしいが、面倒なことになってきたな。誰と一緒にいるの。トラオと兵隊だ。兵隊も人間に戻ったぞ。あれ、兵隊どこ行った。ルーシー、ルベッカ無事だったが、さっきまで兵隊がここに。兵隊さん、人間に戻ったんでしょ。どんな人。何言ってんだ、あの兵隊がお前の父ちゃんだったんだよ。コロシアムの銅像のおっさんだった。やっぱり。よかったな。いいかレベッカ、まだ泣くなよ。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばす。こんなゲームすぐ終わらせるから生き残れ。いいな。分かってんのか麦わら屋、今ドフラミンゴを撃てばスマイルを失うカイドウの怒りは俺たちに向けられる。怒れる四皇と直接戦うことになるんだぞ。そんな先の話後でいい。この国よく見てみろ。今俺が止まってどうすんだ。待ってろドフラミンゴ、今ぶっ飛ばしに行くからな。
鳥かごはゆっくりと収縮を続けている。中にいる人間を皆殺しにするために。そうなる前にドフラミンゴをぶっ飛ばしてこの戦いにケリをつけるぞ。ねえ、王宮に向かおうよ。父様もそこに向かってる気がするの。だな、会いたかったぜ。ギガントバズーカ。ルフィ先輩のお役に立てるならシステ本望だぜ。頭割り人形だ。ドフラミンゴ、ファ
ファミリーまでもおもちゃにしたのか。よっ、はっ、よっ、はっ、えっと、闇役者どんだ。貴様らがこうしている間も刻一刻と終焉の時が迫っているぞ。少し追い詰めたぐらいで調子に乗るな。よっ、お前らはここで必ず始末してやる。世界一の大剣豪になる男だ。お前とは格が違う。入ったな。一気に潰してやる。ロロノアンズアラ。九千の中か一世界。戦が集まって昇戦世界。三条無戦で切れぬものなし。三刀流奥義。一大三戦大戦世界。本体は必ず一個体。分かれることはない。追い詰めて勝ったつもりか。石さえ死ねれば俺に勝てると思っちゃいないか。覇気をまとえば斬られやしねえ。てめえの覇気が俺の覇気を上回ってたらな。九山八海切れぬものなし三千世界。刃こぼれすら己の恥と思え。すべての刀剣は黒刀になりうる。刃こぼれなし。ドフラミンゴを討ち取るんだ。僕らは決して負けやしない。このゴムのギガントバズーカ。はっ、よっ、デッドホー。はっ、よっ、デッドホー。つけなち感謝いたす。拙者はあの糸を食い止めるでござる。はっ、だか人間一人の能力だ。止まらねえ方が俺には不条理だ。
球。この戦場にきっとお父様も来てる。誰か来たね。お前か。ビビッカー、俺がこの手で殺してやるよ。刻まれてる。戦いたくない。頼むぞ。おいおいレベッカー。レベッカー、教えてやるぞ。お前の母スカーレットを撃ち殺したのは俺なんだよ。銃の方がいいよな、スカーレットの。銃で死ぬ。家族を二人も奪われてたまるか。お父様、すまなかったレベッカ。未来のないおもちゃだった私には戦いを教えることしかできなかった。母親に似て心の優しい君なのに。だが今日で最後だ。もう戦わなくていい。人間に戻った今、もう二度と娘に剣など振らせやしない。貴様は私が撃つ。そんなに死ぬときゃ一瞬で殺してやる。満月トゥルエロアッター任せていいか。もちろんだ。一応聞いておこう。ここに何をしに来た。お前をぶっ飛ばしにだ。失望したよ。おい、お前が相手しろ。止めたかった。意識を失うまでぶっ飛ばせ。できるわけねえ。友達だ。くそ、人形の方本体はどこだ。エラギ、くたばるにはまだ早いぞ。最後くらい俺の役に立ってみせろ。私たちの戦地は命を懸ける価値が。ルフィはいつも勝利の切り札。あいつを助けたいならそれを操るやつ
ドフラミンゴを叩け。俺の首を取れる気でいるのか？ベラミー、よっ、落ちねえぞ、ドフラミンゴ！遅かれ早く、街も人もお前の仲間たちもお前も全てだ。ミンゴ、お前をぶっ飛ばしゃ済む話だろうが。それができねえって話をしたつもりだったが。ラジオン、まだ倒れるわけにはいかねえべ。ゴムゴムのグリズリーマグナム、好きだらけだ。通りすがりの海賊がヒーローの真似事か。俺の邪魔をしやがって。違う、お前が俺の邪魔をしたんだ。俺の友達を泣かせて、俺の仲間を怒らせた。お前と鳥かごが俺の邪魔だ。よっ、フォース。
いこなしているようだが、あと何秒もだ。ルフィたちはドン・キホーテファミリーとの死闘を制し、ドレスローザはドフラミンゴの支配から解放された。麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため、町外れにあるキュロスの小屋にかくまわれ体を休めていた。起きねえな、ルフィのやつ。戦いの疲れが溜まっているのよ。そっとしておきましょう。にしてもエースの他に3人目の兄弟がいたとはな。まったくだ、初耳だぜ。
だろうな。一番驚いたのはルフィだろう。そいつはどういうことだ。俺はずっと死んだことになってたんだ。ガキの頃、エースルフィと三人で暴れ回って、将来は海賊だって、俺たちは兄弟の杯を組み交わしたんだ。だけど両親に無理やり連れ戻された俺は、たまらず海に出て事故に遭った。いや、事件か。革命軍に助けられていなければ死んでいただろうな。その時にそれまでの記憶を失ったんだ。それで革命軍に。よく記憶が戻ってな。頂上戦争の後、エースの訃報を見て全部思い出した。エースとルフィが俺の大事な兄弟だったこともな。それでエースのメラメラの実を手に入れるため、革命軍全軍に協力してもらって今に至るというわけだ。じゃあ帰る。ルフィの顔も見たし。もう？ああ、ドラゴンさんにもいい土産話ができた。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。おう、任しとけ。エースと似たようなこと言ってやがる。